浜名湖花博は来年3月23日から86日間にわたり、浜松市内の2カ所で開催されます。会場の一つ、浜松市西区の浜松フラワーパークでは、昨日、2つの花壇でガーデンデザイナーによる植栽が行われました。このうちフラワーフォレストと呼ばれる花壇は、しだれ桜や宿根草、球根などが植えられ、花に包まれる没入感を演出します。360度花に囲まれて、そしてできれば写真も撮りたいなと思うので、そういったところを皆さんにぜひ来ていただいて、写真撮っていただければと思います。浜名湖花博2024は来年3月23日に開幕します。